はい、こんにちは、ともチャンネルでーす。私がね、最近このカバンをずーっと使ってるんですよ。このカバン、どんなカバンかというと、24、ジャック・バウアーがね、使っていたあのバッグ。で、ということで買っておいたというかね、ずっと前に買ったやつなんですけど、まあ、それはね、最近になってね、また使い始めたんですけど、まあ、これがね、使いやすいというかね、すごいいいんですよ。ということでね、ちょっと紹介していきたいと思います。このバッグ自体は特別ね、なんか珍しいものっていうものはないんですよね。まあ、ちょっと、これ開けていきましょう。はい。私、こんな風に使っております。これは中に入れているバックインバッグというやつですね。で、これでこの中に A4 サイズの書類類が入るようにしてあります。その他にここには、スマートフォン入れてますね。あとここに細かいのが入ってます。ここもそうですね。細かいのが入ってます。で、ここに耳かき。なぜか耳かき。で、持って鉛筆というかボールペンですね。で、その他にね、カメラの、インナークッションのやつですね、これね。一眼レフのやつ入れております。で、この中に一眼レフの本体と、まあカメラのレンズはね、もうつけっぱなしです。15mm のレンズつけっぱなしにしてあります。で、あとは、モバイルバッテリーがあって、それのケーブルと。で、こっちにも一応レンズが1本入ってます。これ 28mm のレンズですね。で、これは、これもカメラなんですけども、ポラロイドキューブ。ポラロイドキューブが2つ入ってます。こんな感じで今使ってますね。で、これは DSP とソフト。はい、こんな感じでメインのところは入ってます。でね、このバッグはね、実際これがないと、ふにゃふにゃで、自立はしないんですね。自立しないんですけども、この肩にかけて、いつもかけて歩いてるんですね。で、このベルトがね、太いんですよ。5センチ、6センチくらいあるのかな。結構分厚くっていうかね、厚くて、そして幅広なので、肩にかけてて全然負担にならないんですね。で、この本体自体が柔らかいので、体にふにゃっとフィットするんですよ。すっごいフィットする。で、そのフィットしたおかげなのかよくわかんないんですけど、軽く感じるんですね、この重さがあっても。実際これが5キロ近くあるのかな、これ全部で。ここにもね、いろいろ細かいものが入ってます。この中には USB メモリーとか、あとは、これは小さいレンズ、その辺が入ってるかな。で、こっちには単三電池が4本。でもって、ここにはカメラの三脚と、音声を録画するやつですね。それの他には、モバイルバッテリーと、これはスマートフォンの三脚ですね。三脚用のやつ。ホルダーですね。で、こっちにはさらに、これカメラの清掃道具と、スポシポと、で、こっちにハンカチなんかを入れてます。こんな感じでね、使ってるんですよ。何がいいってね、これ間口がね、これ広いんですよね。ガバッと開いて、こう、中がすぐに見渡される。逆にこのカメラがなければ、もう何でも入るぐらい広いんですよ。で、幅がね、40センチから45センチぐらいあるような、こう、大きい間口で。でもって、このカバンが、キャンパス生地、もうほんと結構もう何年も前に買ったやつなんだけど、色もね、実際当時買った時より色あせてます。で、いい感じでやれてますね。ただ生地自体はほんと頑丈なので、これで擦り切れることはまずないと思ってます。だからガンガン使ってもね、まあ痛みが多少増えるだけで全然機能的には問題ないんですね。で、これがね、本当にいいっていうのはね、肩にかけた時に重さが全然苦にならないんですよ。で、体にフィットするから
心地いいって言えばいいのかな。だから本当にね、いいわけなんですよ。何がいいんでしょうね。で、使い終わったとかね、入れ終わったらこうやってパタッとすればいいだけで、マジックテープがついてますので、マジックテープでビリッと、こんな感じでつけられます。だから1、2、3、4と小さいところは4つ、そして、この中に大きいところ。で、もう一つね、ここのところに、インナーの隠しジッパー的なものが入ってます。この中にはね、パスポートなんかを入れてますので、大事なものがあれば、ここに入れとけばいいかなと思っております。こんな感じでね、もうどこに行くにしても、これ一つでね、こんだけの容量が入ってね、しかも、これ買った時当時2000、3000しないぐらいだったのかな。今でも多分あると思うんですけど、まあ似たような金額であるんじゃないかな。だから、これがね、すごい今心地よく使わさせてもらってるんですね。で、物が多いなと思ってもこれだし、小さいなと思えばこんなのなくてもいいわけだけど、これどっか行った時にね、こうお土産買った時にも、こんだけあるからね、スポンと何でも入れちゃうと言えるのがすごいね、気軽で気分的にも楽なんですよ。結構ね、小さいバッグを持ってカツカツで行った時にね、お土産なんかを持っていくと、これどこに入れようかって思っちゃうこともあるんですけども、これだったらね、気軽にお土産をバサバサ買って、この中にぶち込んでおけばね、全然いいわけだし、カメラを使わないと思えばこれを外して、で、このまま持っていけばね、かなり容量の大きいバッグはね、そのまま軽い状態で持っていけますので、これほど便利なものないですね。で、小さくなってね、使わなくなった時にはもうこれ丸めてね、小さくできますので、そうするとだいたい牛乳パック1本分ぐらいのね、1リッターぐらいの容量になってね、小さくまとめられます。なのでね、これ本当に今重宝してます。はい、ということでね、私が今使っているバッグがこんなんですよということでご紹介いたしましたけども、まあ、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。おしまい。またね、こうやって使ってて、なんかいいなと思ったものは、また紹介していきたいと思います。